ということで、どうもこんばんは、コージです。はい、ということでね、本日皆さんにお知らせの方があるんですけれども、このチャンネルなんですけれども、まあ、今までね、都市伝説だけにこうフォーカスして、こうやってきたというね、方向性があったんですけれども、これがですね、まあ、近年ね、だんだん、まあ、規制とかね、発言とかね、まあ、団体とかその人種に対するね、問題点とか、まあ、たくさんある中でですね、やっぱりね、多少ですね、僕らもですね、こう次のね、ステージの方にこう上がっていかないとですね、いよいよこう厳しい状態になってきてますので、一応ですね、都市伝説としてはですね、まあ、コンテンツをね、織り交ぜて、やっていく機会もですね、たくさんあると思うんですけども、一応その方向性としてはですね、他にもね、たくさん、いろんなことをですね、織り交ぜて、やっていこうかなというふうに思ってます。その中でですね、早速ね、ちょっと募集したいものがありまして、皆さんがですね、普段職業としてね、何かをこう自分で個人事業主とかでね、やってるとか、フリーランスで何かをやってますとか、あとは暗号通貨の開発をしてますとか、アプリの開発をしてますとかね、ゲームとかもそうなんですけども、こういったものとか、あとはもう会社を経営してますとか、何かをですね、この一歩ね、自分のやりたいことをですね、実現するために一歩ね、踏み出して、やってる人とですね、僕はちょっとコラボをしたいなというふうに思ってます。で、その界隈にですね、そのどのね、ジャンルでもいいんですよ。その例えば料理とかでもいいと思いますし、まあ、最新の価値観をこう取り入れて、この料理店はですね、例えば暗号通貨決済を可能にしてますとかね、まあ、そういったことをですね、積極的に取り入れてる人とか、あとはですね、まあ、こういった都市伝説をね、好きで、こう見ていて、何かね、面白い融合ができないかっていうふうにね、考えてる人とかね、そういったこととかでですね、ちょっとコラボをですね、やっていきたいかなと。で、このコラボに対して結構質問が来るんですけども、お金かかりますかとか、そういったことがあるんですけども、僕はギャラとかは一切いただかないので、そういったことでですね、気軽にちょっとご連絡いただければと思うんですね。で、ただ一応僕の方もですね、関東圏内に最初は絞ってですね、やっていきたいんですよ。っていうのは、この流れというのがですね、確立していない状態ではですね、例えば北海道行ったり九州行ったりとかって飛び回ることがちょっとできないので、まずはですね、その関東圏内のね、方で、こういうことやってますみたいなね、ことがあったらですね、気軽にDM とかですね、まあ、概要欄からメールアドレスとかもあるんですけれども、まあ、そちらの方にね、いただければ対応しますので、その中でですね、コラボこれできそうだなって、これ面白そうだなっていうふうに思ったらですね、コラボをこうしたいなというふうに考えております。まあ、もちろんですけれども、ね、来たメール全部に対してですね、コラボできるかって言ったらそれは保証できないですけども、その中でですね、僕がこう考えているそのビジョンとしてですね、あ、これは面白い、これ紹介したいなっていうものとかあったらですね、積極的にコラボをですね、したいというふうに思ってますので、気軽にですね、皆さんご連絡いただければと思います。で、それ以外にもですね、やっぱり今までやってきた、都市伝説の、まあ、考察的なね、話だったり、自分はこう思いますっていうようなね、面とかを、まあ、今まで通りのね、スタイルでこうやる日もあればですね、まあ、いろんなことをこう挑戦していく、感じにしていきたいかなと。で、いずれはですね、そういった人たちとの、まあ、コラボによってですね、何かね、新しいこう発信がこうできるようなね、体制とかができていったら、また次の段階にね、こう進んでいこうかなというふうに思ってます。今一番ですね、この配信としてやりたいものはですね、各ね、その業種、そのサービスとか、その界隈において、その世界っていうね、ものをこう移していってですね、その中で、それをこう深掘りしていったりだとか、今の現状をお伝えするとかね、その中でこう新しい価値観とは何だろうっていうところを考えていったりだとか、まあ、あとはその店をこう紹介していったりだとか、そういったことにですね、ちょっと力を入れていこうかなと。で、一応ですね、まあ、YouTuber の方もですね、コラボしたいって言ってくれてる方とかいらっしゃるんですけども、YouTuber としてもですね、まあ、一応はその気軽にご連絡をいただければと思います。ただやっぱり僕はですね、思うのがですね、YouTuber 同士でコラボしてもなんか僕はあんまり意味ないんじゃないかなっていうふうに思っていて、実際のところですね、このね、都市伝説をね、ご覧になってる方々っていうのはこう分かると思うんですけども、まあ、僕らにはですね、新しい仕事の創出っていう部分がですね、必要になってくるわけですよ。だからそんな中でですね、まあ、YouTuber とね、一緒にこうそこだけのこうつながりで横でね、増やしていっても何もこうそういう事象が起きないんじゃないかなというふうに思ってますので、できればですね、僕はその、まあ、皆さん、見てる皆さんの方と、コラボをしていって、それをですね、こう発信していきたいなというふうに考えてるんですよ。まあ、かといって、その YouTuber は絶対ダメですみたいなこともないので、一応まあ気軽にね、ご連絡いただければ、何か面白いね、化学反応みたいなことができれば、そこはですね、考えてますので、ぜひよろしくお願いしますということでですね、まあ、いつもね、こう都市伝説をこう追ってくれてる方にはですね、まあ、今までのね、スタイルだけじゃなくなるっていうことで、嫌だなっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、これもですね、時代のね、変化とともにですね、僕もちょっと一歩ね、なんか違う方面でね、力をね、入れていきたいと思ってます。ということでですね、
よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイ。